える場所、アンダーの構えに関してはこのような感じですね。自分の頭の中で1、2、3、口に出して1、2、3。アツバレイ、こんにちは、アツバレイの涼介です。今回なんですけれども、アンダーハンドパスのコツ3つということでご紹介していきたいなというふうに思っております。アンダーハンドパス、バレーボールでは基本的なレシーブの動作になってくると思うんですけれども、バレーボール初心者の方に限らず、それなりにバレーボール経験ある方でもアンダーハンドパスの基礎を見直していきながら、サーブカット、そして強打レシーブの土台となる動きをですね、固めていって上達につなげていってほしいなというふうに思います。ということで早速コツに入っていきたいなというふうに思います。まずですね、ボールを受ける場所に関しては、手首からこの肘、この前腕のちょうど真ん中あたりですね、この辺でボールを受けるようにしてください。手首すぎたりとか肘に近いところにボールが当たってしまうと、なかなかボールコントロールしづらくなってくると思いますので、前腕のちょうど真ん中あたり、この辺でボールを受けるようにぜひしてみてください。そしてアンダーの構えに関してはこのような感じですね。肩幅よりも若干足を開いた状態で構えて、膝は軽く曲げた状態で構える。この状態で構えるとアンダーハンドパスがしやすくなってくると思いますので、ぜひこのような状態で構えるようにしてください。ということで、まず一つ目のコツなんですけれども、ボールを受ける前の姿勢でしっかりと待つということ、これが一つ目のコツです。先ほども言ったんですけれども、ボールを受ける前、この姿勢で構えると思うんですけれども、この姿勢でしっかりと構えるということがとても大事です。この状態ですね、この状態で構えることをパワーポジションとも言ったりするんですけれども、なぜパワーポジションかというと、このパワーポジションで構えると一歩目がすごく出しやすくなるんですね。仮に立っている状態で一歩目を出そうとすると、一度しゃがんで膝が曲がっている状態を作ってから蹴らないといけなくなってしまうので、少し時間がかかってしまうんですね。なので最初に膝を曲げている状態、このパワーポジションを作っている状態からスタートすると、一歩目がですね、素早く出せるんですね。この状態を作ることがめちゃくちゃ大事です。この状態を作ることで速いボールにもすぐ反応することができますし、先ほども言ったように自分から近いボール以外のボールにも追いやすくなってきます。なので立ちんぼの状態でボールを見るのではなくて、しっかりとこの状態で構えた状態から体を動かしてアンダーハンドパスをしに行く。本当に基礎中の基礎ではあるんですけれども、これは本当にめちゃくちゃ大事なので、一つ目のコツとしてご紹介させていただきました。そして2つ目のコツなんですけれども、体の前でボールを受けるということです。このコツはですね、オーバーハンドパスと一緒なんですけれども、これも本当に大事なんですよね。アンダーハンドパスに限らず、強打レシーブ、そしてサーブカット、この時にもつながってくるコツになってきます。どうしてもですね、ボールを取る位置が体の前ではなく後ろになってくると、ボールをですね、弾いてしまう確率が上がってしまうんですね。この体よりも前でボールをさばくことによって、しっかりと面が前を向いている状態でボールを触ることができるので、ボールがですね、前方向に行きやすいです。そして体よりも前に腕を出していることによって、ボールに負けづらい体勢でボールに触ることができるんですね。これがもし体の後ろでボールを触ってしまうと、腕が後ろにあることによって体の重心が若干後ろになってしまって、ボールに負けやすい体勢になってしまってるんですね。そして腕の面も後ろに向いてしまったりするので、ボールコントロールしづらくなってきます。ですので、アンダーハンドパスをする場合は、なるべく体よりも前の位置に腕を出すということを意識してボールを触るようにしてください。もちろんアンダーハンドパスではなく、
強打レシーブとかなった時に反応が遅れてしまって体の後ろで取ってしまう場合もあるかと思いますが、なるべく腕を前に出す、前に出す、体の前でボールを受けるということを意識することで反応が速くなってくると思いますので、ぜひ体の前に腕を出してボールに負けない体勢でボールを触るようにしてみてください。そして最後3つ目のコツなんですけれども、リズムを取るというコツです。リズムといえば 1,2,3 1,2,3、このリズムで取るようにしてみてください。やはりアンダーパスは腕この面で一瞬でボールをコントロールしますので、タイミングが若干でもずれてしまうとボールコントロールしにくくなってきます。なので自分の頭の中で 1,2,3 このリズムを数えるのがいいですし、口に出して 1,2,3 1,2,3、このリズムでアンダーパスをするのでもいいと思います。この 1,2,3 のリズムが体に染み付いてくることで、この面にジャストでボールが当たりやすくなってきますし、そのおかげでしっかりとセッターにボールを返すことができるようになってきます。ぜひですね、自分のタイミング、この 1,2,3 を落とし込んでいきながら、スムーズな形でアンダーパスが習得できるように締めてください。はい、ということでアンダーパスのコツ3つをご紹介してきました。ぜひですね、バレーボール初心者の方に限らず、バレーボール長年続けている方も強打レシーブ、そしてサーブカットにつながるようなコツにもなってきてますので、ぜひ今一度自分のアンダーパスの動きを確認しながら実践につなげていただけるととても嬉しいです。ここでお知らせです。心トークという企画をやっています。1対1のお電話形式で、僕自身がご相談してくれた方のメンタル的なお悩みに乗るような企画になっています。詳しい内容は概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。その他にスパイクの教材で基礎から応用、そして最終スキルブロックアウトを習得できるような教材があります。動画形式の教材でスパイクの動きを一つ一つ分かりやすく詳しくご紹介している教材になっております。詳しい内容に関しては概要欄に貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。ということで今回も最後までご視聴していただいてありがとうございました。何か質問ある方はコメント欄に書いていただけると僕自身見ますので、ぜひよろしくお願いします。ということで今回も最後までご視聴していただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。